バキュームパックです。皆さんお久しぶりです。今日はですね、iPhone 5S と iPad mini、 こちらを売りに出そうと思ってるんですよ。その売ったお金で、あるものをね、ちょっとゲットしようと思って、で、ここにもうものがあります。まずこちら、iPhone 5S、ソフトバンクのスペースグレー。64GB モデルで、僕はちゃんとケースもフィルムも、もうフィルムハーフ S 探したんですけど、ほぼ新品と同じ。最近あれですよね、 5S なんか価値が上がってきてるっていうね、噂も聞いております。で、続きまして、ババン、 iPad mini。 こちらはですね、初代 iPad mini、 こちらですね。はい、初代はあの背面が真っ黒だったやつです。あの iPhone5 のブラックみたいなやつですね。こういうやつね。そう、それでセルラーモデルです。ソフトバンクの 64GB。 この2つをちょっと売りに行きたいと思っております。果たしてどれぐらいのね、金額で買い取ってくれるかというのを報告したいと思います。そして買い取りをしていただいて軍資金で売った金で、新たなねアイテムを仕入れたいと思っておりますので、そちらも動画で、報告していきたいと思います。それでは今から行くぜ。ソフマップからね。いやー、暑かったね。今本当に家に着いたばっかりです。まずね、 iPad mini のね、ソフトバンク Wi-Fi セルラーモデル 64GB のブラック、こちらがですね、満額の買い取りが、2万円だったんですね。で、結果16,480円。まあ傷がちょっとあるというところで 20%減額となったんですけど、まあそこ交渉しまして、まあ、3% 戻しの 17% 減額の 16,480円で、次、iPhone 5S、 こちら満額買取が、3万2000円のところ、トゥン、29,670円。これもね、傷があると 10%減額と3200円減額になってたんですけど、それはないじゃないかというところで 3% 戻してもらいまして、29,670円で、合計で 46,150円に、なりました。2つでね、やった買取していただきました。まあ、もう使わないものなんで行ってきたということです。はい、それでね、そのね、お金をね、4万6000円を軍資金に、とあるものを買ってきました。それはですね、はい、こちら